こんにちは、しまこです。今日は冬季限定のロッテさんのこの4種類のチョコレートを食べ比べしてみたいと思います。ティーロイヤルとラミーって呼ぶのかな、ラミー。そしてこちらがバッカスかな、アップルブランデー。全部お酒みたいですね今気づいたけど全部お酒なんだ。私が気になったのはやっぱりこのラムレーズンと生チョコを閉じ込めましたっていうで、1位なんですよね、これがね。で、2位がコニャックの2位になってますね。これ多分食べたことあるので、これから食べてみたいと思います。1位のやつですけどね、これ多分定番なんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。これこの中では食べたことあるのこれだけだと思います。でも随分昔かな。あ、こんなんだったっけ、すごい。あ、3袋、結構重たいよ1個が。こんな感じでね入ってますね。こんな感じなんだ。じゃあ出してこっか、全部とりあえずね。これはこっちから開けるバージョンだ、こっちから。あれ？違う。じゃあこれもそうだな。これも、そうだよね。これも、あ、ほら。じゃあこっちはこれだから、あ、これバージョンだ。こっちの方がいいよね。ちょっと中見ないとわからないけど、実は今夜中、何時？夜中のね、今4時12分なんですけど、いつも朝寝るんですけど、今日はね打ち合わせがあるので、午前中に寝ちゃうとね起きるのが辛いので、だいたい日中に約束があるときはそのまま徹夜明けで行っちゃうんですよね。だから一回寝ようかなと思ったんだけど眠れないですよね、いつもの時間と違うから。じゃあいただきます。あ、いやちょっともう若干溶け始めてるんですけど形が大丈夫これはい、ちょっと割ってみましょうか。割ったらこんな感じ。はーい、いただきます。あー、食べる前からラムレーズンの香りがめちゃくちゃしてくる。匂いから美味しい。もう食べちゃってるけど、わー、レーズン、レーズンの歯ごたえもしっかりありました。美味しい。あ、これアルコール 3.7% も入ってるよ。結構だよね、チューハイとかって 3% とかじゃない？すごいな。美味しい。ラムレーズンチョコを食べながらちょっとウイスキーハイボールを飲んでるようなそんな気分になりますね。美味しい。チョコがね、もう口どけがものすごいいいんですよね。トロトロにとろけていきます、チョコレートが。しみ、これ美味しい。1位間違いない、1位だわこれ。しっとり濃厚、もうその通りです。かなり味がギューってなってるのにトロトロトロっとろけていくようなチョコレートです。美味しい。ね、今朝の4時なんで結構禁断の味ですね今日はねリンゴ酢をお湯で割ったものです。合う合いますね、合いますね美味しい。じゃあせっかくなのでフルーツつながりでこっち行きましょうか。これは角切りリンゴと生チョコ。あ、生チョコなんだ。あ、これも生チョコだ。生チョコだから溶けてったんですね。めっちゃクリーミーだったんですよチョコが。角切りリンゴと生チョコを閉じ込めました。もう見るからに美味しそうだよね今リンゴ酢のお湯割り飲んでるんですけどね。
まあリンゴということで、じゃあリンゴに変わります。このさ、小分けが可愛いよね。ね、可愛いよね。アップルブランデー、ブランデーだけどブレンディーって呼んでしまうのがなんでだろう。ブレンディーって呼びたくなる。はい、あ、こっちは溶けてない。あ、綺麗綺麗、じゃーん、綺麗ですね。こうやんなきゃ。はい、見やすくなってる。意味ありますか。はい、じゃあこれ割りましょうね、せっかく割れ目があるんで。あ、はあ、リンゴが見えますね。嬉しいね、これ。リンゴがしっかりありますよ。リンゴが見えるね、こっちで分かりやすいよね。あ、これはすごいじゃん、リンゴ。シャキシャキ、聞こえないですよね。口の中にリンゴがシャキシャキシャキと音しました。キャー、美味しい。ほんとリンゴ、口の中今リンゴです。で、鼻にリンゴの香りがふわーで、もうリンゴ狩りに子供の時行ったよ、あの匂いを思い出す感じ。リンゴ狩りの匂いふわーってしてきますね。美味しい。フルーティーなんだけど、ちょっと大人な感じでね。お酒を感じる度合いは、さっきの、こっちの方がね、お酒入ってますって感じしたけど、こっちはそんなにかもしれない。リンゴが美味しいなって感じ？アップルブランデー。アルコール 2.8。さっきが 3.7 だから 1% 低いんですね。多分高い方から食べたからちょっと、弱く感じるのかもしれないですね。ただお酒が入っていますので、運転時などはご遠慮くださいと、お気をつけください。うん、これは美味しいな。全部ね、冬季限定って書いてあるんですよね。1個が結構しっかり大きいから食べ応えありますね。うん、カロリーはこれ1個あたり137キロカロリー。さっきのは、あ、同じだ、137キロカロリー。うん、中のチョコレートが生チョコレートだから、とろけるのが早くて食べやすいんですよね。そういう意味で冬季限定、冬に向いているんでしょうね。うん、では続きましては、ちょっとどっちか分かんなくなっちゃったな。まるで同じなので、どっちか分かんなくなっちゃったな。じゃあ両方一緒に開けて食べ比べしてみようか。あ、そういうこと。あ、そういうことなの。みんな知ってた、みんな知ってた、そういうことね。全然違うんだ。なんか箱が同じような顔してんのにね。だってこっちとこっちなんて同じですって感じじゃん。なんか、あ、違うね。パッケージの形がもう書いてある。もうここに書いてあるじゃん。どこに目をつけてんだって感じだよね。形がもう違うもんね。これ一個ずつになってた。いや、失礼しました。失礼しましたね。こっちもそうだ。自分でびっくりするわ。気づかなすぎやね。ウケる。よし、じゃあね。こっちとこっちね。いや、どっちかわかんないから、ちょっと食べて当ててみよう。じゃあこっち食べてみます。あ、これ当たりだな。匂いがね、紅茶の香りがする。あ、見て、ちょっとここに垂れたんだけど、見える？水滴が中からね、見える？紅茶ちょっと飲みます。めっちゃ濃縮した紅茶のリキュールみたいなのがね、入ってる。甘い、甘茶に近い、すっごい甘みをいっぱい足した紅茶の味だけど、大人な感じ。うん、美味しい。うん、おー、アルコール来た、アルコール来たわ。これ酔っ払うね、これ完全に。うん、あー、眠れるかもしれない、逆に。
寝ちゃって朝打ち合わせに行けないっていうパターンも出てきそうだな。これはね 2.6% だってね、アルコール度。華やかな紅茶ブランデーの贅沢な香りと味わいをどうぞ。めちゃくちゃ美味しい。もうしっかり紅茶の味がする。美味しい。お、お酒だ。なんかブランデーのロックをもうそのまま飲んじゃったみたいな。濃いな、お酒も濃い。 あでもこのブランデーだからこのリンゴのお湯割りが合うんですよね。めちゃくちゃ合う。なるほど、今のところ全種類美味しいんだけど。じゃあラスト、こっちはなんか純粋な本当に洋酒って感じかな。芳醇なコニャックの味わいをどうぞ。コニャック 60%、 ブランデーの中にコニャックが 60%。 すごい、洋酒チョコレート部門2位。ちょっと酔っ払ってきたな完全に今すでに。ふう、これ食べるとき気をつけてくださいね。私みたいにパカって途中で割るとペラッペシャーってこぼれてきちゃうときもありますんで。ではバッカスいただきます。うん、ちょっときついきつーきつー。これがコニャックなんだ。このチョコレートが器になってて、もうコニャックがねひたひたなんですよ今ね。見せるだけでこぼれちゃうぐらい。見えるかな、ちょっと見える、はい、こんな感じでこぼれそう。なるほど。ちょっと私こちら様、こちらこちらの、バッカスは私にはちょっと刺激が強いな。本当に普段からウイスキーロックで飲んでらっしゃる方とか、そういった方にはいいかもしれないですね。オブラートに包まれずにそのままガツンってこう、ウイスキーブランデーの味がバーンガツンってくる感じかな。結構これで400キロカロリーぐらい取っちゃったかね。本当はなんか眠れないし、ちょっとお腹がね、あの小腹が満たされると眠れたりするじゃないですか。だから卵かけご飯食べようかなと思ったんですよ。それで起きたらご飯のストックがね冷凍庫になくて、はないわと思って、でも今から炊くのもなと思ってパッと目についたのがこれ、紹介しながら撮影しようと思って買ってあったんですけど4つ。じゃあこれちょっと食べようかなと思って、でもこれ撮影のために買ったので食べるなら撮影だなと思って今撮影したわけです。まあ今日一番好きだったのは、あーでもこれ結構美味しかったな、リンゴ。結構こっちに軍配上がりそうな勢いだけど、やっぱ元々のラムレーズンが大好きっていう元々のねのもあるので、まあ同率1位ぐらいかな。どっちも美味しい。でこれも美味しかったです。紅茶のブランデーのチョコレートも美味しかったです。でもお酒が苦手な方には結構ね本格的にお酒を楽しむ感じのチョコレートなので、お酒が苦手な方は気をつけてください。でもとっても美味しかったです。はい、ということで今4時半になったので、数時間寝るかこのまま起きてるかまた考えたいと思います。では今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。この動画が少しでも良ければチャンネル登録、いいね、高評価ボタン、そしてコメントもらえたらとっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。人生は祭りだ、おわしよーい。じゃあねー、バイニャン、コロニャーゴー、おやすみなさーい。街並みを